はいどうもこみです。さて本日はこちら関西クラクラクラブのホームからお届けしたいというふうに思います。で本日のテーマはですねスーパーノヴァ見ていきたいというふうに思います。これねシアター代表さんが動画公開されてから瞬く間にその界隈のね皆さんの興味を引いて一気に広まった戦術、まあ、どんな戦術かご存知ない方のためにちょっと簡単に言うとクローン3枚を使って突撃艦の中のバルーンをボリボリにこう増やしてドッカーンってね落としていくみたいなそんな感じの戦術なんですけどもちょっと雑かな説明がこれをねまあ、シアターさんが動画上げたその直後に僕練習してたんですよ。そしたら暗めのつながりでこれ開発したエスチノさんが遊びに来てくれてでカンクラのメンバーとみんなとね2時間ぐらいかけて徹底的にこのアタックに関する検証をやったんですね。エスチノさんもまだなんていうのかな開発したばかりで使える場面とか使い方とか全然まだ煮詰まってないところがあるっておっしゃってたので一緒にみんなでね、やっていこうかって感じでやってたんですけども、そこのね、気づきみたいなところを今日は皆さんに共有したいというふうにしながら、いろんなね、パターン、こういうところには使える、こういうところには使いにくいってところも含めて、話をしていこうというふうに思うので、まずはね、見てもらいましょう。今日ね、アタック動画多いんで、細かいところは言いません。大雑把なところをなるべく話をするようにしますけども、合計5本、お付き合いいただけたらというふうに思っています。で、結論をね、まずこれ言うとね、あれなんですね、回廊にめちゃくちゃ強い。で、回廊の中でもこういう回廊にめちゃくちゃ強いんですよ。こういう回廊。どういう回廊だよ。みたいなね、ツッコミが当然あると思うんですけども、タウンホールがあるじゃないですか。ある両脇にこういう風に宝石があるやつ。これね、嫌なんですね。なんでかっていうと、こっちから入っていくと、エアスイにこう吹かれちゃって、どっちの投石も壊せない。で、まあ、逆側もそうですよね。ああ、間違えた。逆側から入っても、エア水に吹かれて、投石タンホールがこれ壊せないじゃないですか。だから、どっちかから入っていきたいんですけど、そうすると今回上から入っていきましたけども、上から入っていっちゃうと、このタンホールのポイズン効果によって、後ろ側の投石がこれ壊せないんですよね。通常だったら。壊しにくいんですよ。なんだけども、このスーパーノヴァすることによって、こうなるんですね。ボーンって、わかりますこれ。これわかるかな一気にタンホール周りプラス、タンホール裏の方までこう壊していくことができてるんですよね。これね、ちょっと僕のミスで、今回、クローンをこういう風にね、使うべきだったと思う。こういう風に使うべきだったところを、こっち側にクローン出してたもんだから、この部分壊れたんですけど、本来であれば、クローンはクローンロードって感じで、こういう風にね、繋げて、こっちの、投石まで届けるっていうのが多分ベストでしたね。で、まあ、投石が壊せなかったんですけども、後ろにあったこのインフェアこれ壊ってるんですね、この部分。これも結構壊しにくいんですよ。ドラゴンこう入ってくるタンホールのポイズン効果によって、この、インフェの方に到達しにくいので、ここからガンガンこう打たれちゃうってことがあり得るんですけども、それがなかったわけですね、今回。回り込んできたドラゴンが、最後この投石のところっていうのをしっかり壊してくれて、前回まで行くという感じになります。っていうところでね、何せ、回廊に強い。ドラゴンを使う上で、今みたいなその投石とタンホールの位置関係を持った回廊って、すごくね、自分これまでで壊しにくいなって思ってたんですね。全回取りにくい。何せタンホールの裏側にある投石が、もう処理しにくくてしにくくて、もうしょうがなかったんですよ。なんですけども、こういうね、スーパーノヴァが開発されたことによって、それができてしまうっていうのが、まあ、めちゃくちゃね、メリットとして大きいなっていうふうに思いました。で、ちょっとね、レジェンドでもいろいろこう使っているんですけども、まぁ、ちょっとね、その中で、参考になるやつだけいくつかピックアップします。で今日ね、失敗例も結構出しますんでね、それが多分ないと使い分けの話ができないかなと思う。これですね。今と同じパターンですね、これ。エアスイーパーが効いていて、で、投石がね、アンホールの裏にあるパターン。こういうパターン取りにくいんですよね、すごくね。ジョーカーさんが前、回廊今ドラゴンやっぱりかもれるよということで、この中心部分に突撃艦を撃っていってタンホールプラス周辺この辺っていうのを、ドラゴンライダーとあとなんだっけ、バルーンとかで壊していきながら、ぐるっとドラゴンこう回すようなね方法っていう風なのを紹介してくれてましたけども、どうもねそれ僕テクニックがなくてうまくできないんですよできなくてめっちゃ苦労したんですけども、今回ねやっぱこのパターンを覚えたことによって全然変わってきましたよね。で、壊す、エアスイーパーは奥側です。引き戻されちゃったら困るんで、ここの奥側壊してきます。
で、ドラゴンはなるべく面で出す。なんで面で出すかっていうと、面で出して逃亡だった時に、フォーム状態のドラゴンがなるべくたくさんの防衛を壊してほしいんですね。オーバーキルになってほしくないんで、1点じゃなくて面です。で、安いに吹かれちゃってもいいんで、吹かれてからこういう風に、はい、これ、ロード作った時に、ほら、こんな感じ。わかるかな。アンホールの裏側に、アンホールの裏側の、もう一回見ようか。もう一回見よう。タンホールの裏側のところに、クローンを使っていくんですね。それがすごく大事。これがね、うまくいかないと、今回話をするところの、キーが伝わらないと思うんで、ちょっと加速しながら行きましょうか。ドラゴンの面出しのポイントっていうのは、さっき言ったように、トーム中になるべくね、横に並べることによって、ドラゴン出しのとバルーン出しのオーバーキルを防ぐ。1点にしちゃうとオーバーキルになっちゃって、トーム中に壊せる施設の容量が減っちゃうんですね。なんで、僕ね、結構ね、前、どれくらいだろうな。ちょっとね、ドラゴン来たら話しますね。これね、注意されたんですよ。七五さんに。僕ね、これぐらいの幅で出したんですね、ドラゴン。全然ダメだと。この倍に広げてくださいっていう、これぐらいに広げました。そうすることによって、このドラゴンたちが面で押していける。でそこにトームが加わるんで、序盤の破壊が一気に加速されて、全回率が爆上がりしますよって言われて、本当その通りでした。これ皆さんも覚えておいてもらってるじゃん。トームですね。で、エアスイーパーの動き見てほしいんですけど、エアスイーパーが突撃が吹くんですね。トルネがありますけど、トルネがあっても、ロードを作ることによって、トルネを回避するんですね。さらに、エアスイーパーがこう吹いたじゃないですか。今、吹いたの分かりました。タウンホールから外れてますよね。吹いた先にあるクローンに、これ、乗っかって、さらに奥が増えるんですね。こんな風に。っていうことができます。で、まあ、別に、エアスイーパー吹かなくても、奥側のクローンに乗っかればいいんですけども、たまに乗っかんないことがあるんですね。で、今のところはちょっと危なかったんですが、乗っかってくれたおかげで、アンホールのほら、裏側のこの部分がまっさらになってますね、ここね。なんで、ドラゴンたちはそこに向かわないから、ポイズンの効果っていうのも回避できちゃうし、おまけに、手が届きにくいこの部分、今、着衣が倒れてるこの部分にあった投石から、ダメージ受けることもないわけですよね。ないので、もう生き生きしますね、ドラゴンがね。生き生き外周部分に回っていって、あとロイちゃんで最後回収させていくっていう感じです。ドラゴンの残り方も結構すごいし、あとまあロイちゃん、ナーチャークイーンも黒く残してる状態。で、ポイズンの呪文はね、まあ悩むとこですけども、援軍を見れない方は、相手のヒーローに使ってもいいかもしれないかなと思います。ドラゴンで処理するアーチャークイーン、ロイちゃんっていう場面があった場合に、そこのヒーローにポイズン当てていくっていうのも、結構よくって。なんで、まあ、ポイズン1個持っていくのは、この戦術スルーでは結構重要かなっていう。ね。はい。で、ここからはちょっとね、いくつか失敗例をね、見ていきたいなと思います。で、失敗例の中にもちょっとね、今日話すことがいっぱいあるんで、ところどころ、スノーアタックと関係ない話も若干交えますけども、ここはね、ご了承ください。失敗例ですね。まずね、クローンを打つタイミングなんですけども、突撃艦が落ちる直前ぐらいにもうクローン撃った方がいいですね。で、落とすときにはタンホールの真上に落とすのが僕はベストかなと思ってます。ね、ちょっと溜めすぎちゃった場合どうなるかっていうのを見てほしい。ちなみにこれね、僕今、スーパー、ロケットバルーン使ってませんが、ロケバルは絶対使った方がいいですね。スニークゴブリ今解放しちゃってて使えないんですよ。ロケバルがね。なんですごく今不便してるんですけども。この戦術、ロケバロンが使えるんだともっと強いんで。で、こんな感じですね。さっきと同じ奥側の対空じゃないわ。エアスイーパーを持っておいて、手前側は残しておくと、ね。で、ドラゴンをなるべく面で出してあげて、グランドウォーデン、出して後ろからさらにバルーン。バルーンはホーミングチェック、ドラゴン、次に本命バルーンって感じで、バルーンにいかに分けた方がいいと。で、ここ。はい、ここ。エアスイーパーに吹かれる直前でバルーン、突撃艦が弾けるんですけども、中から出てきた、バルーンですね。これに、クローンがまだないんですね。今、このタイミングにクローンかけているの分かりますか？ここに、微妙にこう、クローン見えますよね、これね。なんだけど、これね、間に合わないですね。こんな感じで。で、ドラゴンライダー増えちゃったんですよ。お前じゃねえよっていうね。ドラゴンライダー、まあいいけど、君は強いけども、今は君じゃないっていう。でもね、この戦術は、バルーンをね、瞬間的に爆発させて、最初の一発だけ落としてもらうっていうところまでなんですよ。で、二発目以降っていうのはおまけぐらいに思っておいた方がよくって、一番最初の一発をちゃんとバルーンに落としてもらって、その一発を大量のバルーンが落とすから一気に周辺の防衛がババッと削れるってことなんですね。
なので、そこね、なんだ、気をつけていかなきゃいけないので、クローンの呪文はちゃんと、突撃艦が割れる前に落としておけば、必ずバルーンが増えます。必ず。バルーンが増えますんで、そこはね、難しい理屈はちょっと今日話しませんけども、増えるんで、そこを間違わずに、タイミングね、間違わずにやってもらえたらいいかなというふうに思います。で、今言った理屈と同じで、ロケットバルーンのケースっていうのも、一緒に SCO さんとこう試してみたんですけども、ロケバルダメですね。やっぱり、瞬間的な火力がさっき言ったようにこれ重要なので、瞬間火力がロケバルって普通のバルーンに及ばないんですよ。ユニットコストが増えちゃう問題で。なので、1体でもやっぱね、多くのバルーンがクローンによってこう増やされるっていうところが重要なので、通常のバルーンを使った方が圧倒的に、戦果は上がりやすいかなと。バルーンの攻撃って実はあれ範囲攻撃なんで、1体のバルーンが2個とかの防衛に5本でダメージ与えてくれるんですよね。それがもう心狭しと増えて一気に、攻撃を落とすことによって、だいぶその周辺の、2つ3つの施設を1体のバルーンが全然攻撃してくれて、でそれがもう大量にあるもんだから一気に消えるみたいな、そういうことができる。これね、ロケバルじゃ足んないですね。普通のバルーンにした方がいい。で、あと、だからといって全部バルーン積むのは NG です。これから見てもらいたいんですけども、トルネードトラップにかかっちゃった場合っていうのは、すごく良くないです。戦術使う上で。で、トルネードにかかっちゃった場合っていうのは、タウンホールが落とせなくなるリスクがあるんで、きっちりそこを落とすためにも、ドラゴンライダー入れておくべき。で、まあ、さっきの2本目もそうだったんですね。実はドラゴンライダーが落としてくれたんです。よく見てもらえたらわかるんですけども、まあ、今回ね、トルネードトラップにかかっている例をちょっと上げたいんですが、そこでやっぱね、バルーンだけだと失敗しちゃうよってとこを話したいのと、もう一個、こういうね、対策陣形、回廊じゃないやつで、タンホールの周り見てもらうとわかるんですけども、防衛しょぼいんですね。こんな美味しくないんですよ。で、こういう、村に対しては、奥側なんていうのはもうなおかつ美味しくない。このあちゃとこなんか全然壊したところで、クローンの呪文の効果が、もたなくなっちゃう。そうじゃないんですよね。でドラゴン面で出します。突撃艦を当てていきます。で、この場合は、こことこことここっていう感じで、まあ、ここでもいいかな。こんな感じ。こんな感じで、クローンを当てていくことによって、ドラゴンたちのルートを作るんですね。ここを壊してドラゴンをみんなこっちに誘導させようっていう、そういうね、使い方をするべきです。で、まあ、これは、ただまあ、おすすめするのはあれですよね。マルチとかで、レジェンドとかで使う場合、まあ、そういう運用がいいよっていう話なんですけども、これですよね。周辺がみんな壊れたんで、ドラゴンたちが中心に向かっていくというルートですね。なんですけども、クラン対戦では、まあ、正直、おすすめしにくいかな。今これコメント出てる通り、ミスチノさんと私の間でも、こういうタイプの対策陣形の配置を攻める、回路じゃない配置を攻める場合には、おそらく、花火ですね、スパカゴを使った方が、同じクローン系戦術の中でも安定感はあるかなっていう結論になりました。今ね、トルネードトラップってここにあったんですよ、ここに。で突撃艦がこういったもんだから、まあ、ギリギリ、トルネに当たらなかったんですね。だけどトルネにもしもこれドンピシャ当たっちゃった場合、落ちたタイミングでここだった場合はタウンホールにバルーン届かないじゃないですか。そもそもタウンホールって、起動しなければ防衛施設扱いされないのでバルーンそっちに向かわないしっていうことですよね。なのでワンチャン星1のリスクすごい大きいんですよ、なんだかんだ言って。なので、ね、それを、あえて見越して使うぐらいであれば、別に花火でいいです。なんで、もう本当、レジェンドマルチとかで使うときには、今言ったようなところ。で、万が一、トルネにかかってた場合には、こういうふうにタウンホールの方に、クローンロード伸ばしていって使っていくのがベストなんですけども、そうでない場合には、なるべく、こんな感じ。で、使っていってドラゴンたちのルートっていうのを、限定していくためにやるのが、まあ、セオリー、ね、ドラゴンを使う上でのセオリーですけど、いいのかなっていうところですね。この辺の使い分けはちょっと場面場面に応じてやってもらえたらいいかなというふうに。でですね、もう一本見てほしいは、どれだっけな、これかな。
これですね。成功パターン、さっき言ったようにマンホールの周りにこういう風に、投石器があったり、してね、結構火力が集中している場合っていうのは、まあ、とてもこの戦術効果を発揮してくれます。さっき言ったように突撃艦を確かね、どっからだっけな、ここから当てるのかな、なんですけど、こういう感じで落としていくんですね。そうすることによって、同じこの部分が全部破壊されて、ユニットはこう流れていく、ね、そんな風なルート作りをして、でそういうような形で、まあ、レジェンドで使う場合にはやってほしいんですが、さっき言ったようにトルネにかかっちゃうと結構終わりで、タンホールの周りにトルネがある場合っていうのも、クローンをね3発撃つじゃないですか。これってクローンロードとしてこう1、2、3っていうこの2の部分にトルネがあったら、もう結構もうどうしようもないですですね。エスティノさんも言ってました、ここにトルネがあったらもう終わりです終わりですって言ってましたどうしようもないって。なんですけども、1個目、2個目、1個目、3個目だったら、なんとなるんですね。クローンの、ここだった場合には、これが生きるし、こっちだった場合にはこっちが生きるんで、バルーンが全滅することはないってことですね。全滅しないので、これ、シアトさんも言ってたかな。この周辺に、ある防衛を壊してくれることによって、ロイヤルチャンピオンでワンチャン、リカバリーすることができます。これね、ロイヤルチャンピオンを持ってさえいればリカバリーできるってわけじゃなくて、トルネにはまっちゃうと本当星1になっちゃうんですね、この戦術って。危うくって。今、大砲とかがこう残ってるじゃないですか。こういうのがモリモリあったりすると、そこに当然スケルトントラップも1個とかあるわけなんですよ。あると、どうしてもね、ロイちゃんだけの火力じゃもうどうしようもないんですね。で、この戦術って全ての呪文をこの突撃艦に割いちゃうので、ほぼほぼもう呪文持っていける余地がないわけですよ。ないので、もうリカバリが効かなくなっちゃうケースが結構あります。なので、ですね、もしも今言ってるのはその2個目のクローンのど真ん中にトルネが発生したとかいう場合にはもう諦めるざるを得ないぐらい結構致命的なダメージを食らっちゃうっていうリスクがあるんで、そこは本当に気をつけてもらいたいと思います。今回もレジェンドでいろんなパターンを試したくて僕これ使ってますけども、安定性を取るんだったら花火を使って、回廊系ですね、の配置は逆に花火すんごい難しいんですよ。冒頭話したように、タウンホールの奥側にある宝石機をどうしても花火だと壊しきれないので、そこにドラゴンが焼かれちゃうっていうケースがあるんですけども、今回みたいなね、スーパーノバ使うことによってこの奥側破壊できるので、だいぶね回廊陣に対してはこの戦術で、ドラゴンの対策じゃないな、このドラゴンで回廊を取るための、コツが見えてきたかなっていう気がすごくしますね。でちょっともう一回さっきのアタックを見て終わりにしましょうか。これかな。うん。これ見てみましょう。で、もう一個伝えたいことがあって、それは、なんてこれ全部ドラゴンなんですかっていう話なんですけども、これはですね、ドラゴンにしないと分裂しちゃうからです。まあ、もう一個の選択肢はドラゴンライダーですよね。ドラゴンライダー半分ぐらい混ぜるでもあると思うんですけども、これ、赤根式と、大きく違う赤根式って、突撃艦の中にライドラクローンを入れるやつで、大きく違う点が2個あって、1つは初手で突撃艦を放っていくのか、それとも流れの中に混ぜ込むのかっていう違いですね。赤根式突撃艦ライドラバルーンっていうのは、にクローンレイジ使う場合っていうのは初手で撃っていくんですけども、このスーパーノバはドラゴンたちに混ぜ込んでいく。で、2つ目の違いっていうのは、ライドラバルーンにクローン当てる場合っていうのは、防衛以外の施設も壊れるんですよ。こういう金庫とかですね、こういう台座もそうですね。こうヒーローの台座、こういうの結構ね、ユニットをそっちに流しちゃう、まあ、その余計な施設なんですけど、これも壊れるんですね。だけども、このスーパーノバ使う場合、その辺があんまり壊れないんですね。まあ、巻き込んで壊せることはありますけども、壊れないので、ドラゴンだけじゃなく、ドラゴンライダー入れてしまうと、ドラゴンとドラゴンライダーが完全に分裂しちゃうことがありえるんですよ。自分もやってみたら何度かあったんですけど、こうドラゴンライダーとドラゴンをこう混ぜて一気にこう出すじゃないですか。出していって、ここまではいいんですけども、こっち側にドラゴンたちみんな行って、こっち側にドラゴンライダーがみんな行っちゃうっていうようなね、パターン。で、こういう風な分裂をしちゃうと、ライダーの方にアチャクイ反応したらもうおしまいですよね。これ、目も当てられないっていう。もうすげえ、こう運ゲーになっちゃうんですけど、こうドラゴンだけにすることによって、
今言った運ゲー要素の、リスクを排除できるんですね。ドラゴンがこう割れてしまっても全然 OK っていう感じですね。ここがかなり大きな違いになってくるので、ドラゴンとドラゴンライダー、使い分けたい方もいるかもしれませんが、まあ入れても1、2体、まあ多くて3体ぐらいが限度かなと思います。なるべく、この攻め方はドラゴン中心でやった方がいいっていうのも、篠野さんと私の共通見解ですね。で、最後もう一個。最初お伝えすることがあって、今ヒーローここにこう流したじゃないですか、キングクイーンっていう風に流してきましたね。で、ここの部分にね、クローンロードこう作っちゃいけないのって思う人もいると思うんですね。またはこっちこういう風にすることによってドラゴンたちのルートを作って、出したドラゴンたちがみんなこう一方通行に流れるようにでは強いんじゃないのっていう風な意見あると思うんですよ。でこれもね、徹底的に検証しましたが、結論弱かったです。ダメでした。僕も何度もやってみて、篠野さんも何度もやってみて、伸びがね違うんですね。このスーパーノバ使う場合っていうのは、このバルーンを使って増やす過程で、増やしたバルーンのタイミングでなるべく相手の主力防衛を一気に削っておくっていう方がめっちゃくちゃメイトでかいんですよ。でそうすることによって残った防衛っていうのが雑魚になってしまえば、ドラゴンたちのもうスペックで押し切れちゃうんですね。なんですけども、仮にルートが出来上がってもですよ、こんな風にドラゴンたちが、まとまって束になってこう行きましたという風にね、こういう風にね行ったとしても、この辺にいる間に一方的にガンガン撃たれて終わりとか、例えばですよ、あったり、そもそも、ヒーローたちとうまいこと共闘できなくて、ドラゴンたちがこうね出てきたドラゴンたちがこっちに向かいました、ここまではいいんだけども、そのままこっちに突き抜けて外周歩いちゃいましたとか、こういうケースがね往々にしてあるんですよ。マジで外周行っちゃうんですよ、ドラゴン行っちゃうので、あんまりそのパッドを意識したこの使い方はしない方がいいですね。スバノバやるんだったら相手の防衛をもうコッパみじんに壊すことを意識した方がいいし、なんならさっきも言ったように、このタウンホールの裏側にあるこういう防衛、壊しにくいこういう防衛をきっちりと潰していくっていうことがめちゃくちゃ大事ですね。で、陸のクロスボウとかも積極的に潰していくべきです。この戦術、今までのアタック見てもらって分かる通り、ヒーローが最後生き残って回収するっていうケースが往々にしてあるんですね。特にアーチャークイーン。このアーチャークイーンを陸のクロスボウがやっつけちゃったりすると、こちらから言えばやっつけられちゃったりすると、最後の人伸びができなくなって、全開ならずっていうケースが結構起こっちゃったりするんですね。それすごくもったいないんで、陸のクロスボウはね、ドラゴンを、生かすためには別に関係ないだろうって思う方がいるかもしれないですけども、むしろタウンホール14においてはヒーローを生かすために積極的にこの、スーパーノヴァに巻き込んでいって、エクスプロードさせた方が戦果としてはね、いいかなっていう気がしますね。なんで、ちょっと今日ねいっぱい盛りだくさんに話しちゃいましたけども、使える配置、使えない配置、あとはその使う上でもどういう編成、どういう、意識で使っていったらいいのかっていうところ、だいぶね、複数盛り込んじゃったんで、もしよかったらもう一回見直してみてもらって、いろんなね、既存のドラゴン戦術と使い分けることによって効果を発揮すると思うんで、対戦、リーグ等々でですね、ビシバシ全開取るための一つのカードにしてもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は結構長くなっちゃいましたけども、スーパーノバに関して見てまいりました。いかがでしたでしょうか。私のチャンネルですね、タウンホール14今日中心に話しましたけども、13、12も、含めてですね、こういうクラン対戦の解説付きの動画やっていっております。皆さんのね、対戦でのいい成績残すための参考になる情報を提供できればというふうに思ってますので、ぜひこれからもご視聴どうぞよろしくお願いします。そしてこの動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。